不甲斐ない試合だったなっていうのが一番で、最終的なスコアが妥当な試合だったなっていう印象です。今日試合やった感じに、自分の中では互角とって感じてなくて、全然相手の方がフィジカル的にも技術的にも戦術的にも全部で上回ってるなっていうのを感じるので、まずはそのどうやって勝ち切るかっていうよりも、その自分たちの総合的なレベルをまずは全部上げないと、その話にもいかないのかなっていう感じはします。前半は全然うまくいってなくて、でその後半の入り、そのハーフタイムで、なるみさんがもう少し落ちてもいいから、いい形でボール持って前進していけるようにしようっていう話はしてたんですけど、その中で失点でも勝ち越されてしまって、前に行かなきゃいけないっていう意識が強くなったので、そこまで理論的に形をどうしてやっていこうみたいな、そういう解決策までも考えられなかったですし、そうですね、そこはまずしっかり相手見てサッカーできてなかったのかなって思います。あのシーンの前は、ずっと相手に攻められてて、いい形でボールも持ててなかった中で、一つうまく中を取って、ゴールまで行けたっていうのはすごい良かった点だとは思いますけど、ああいうシーンをもっと増やさなきゃいけないですし、少なかったので今日は、なので本当に後ろからどうやったらうまく入っていけるかが、そのゴールまでつながる一番の道なのかなとは思います。めっちゃ嬉しかったです。それになんかゴール狙って、シュート打つわみたいな感じでココナも言ってたんで、試合前に、それにココナの初ゴールアシストできたのもすごい嬉しかったです。今日は負けてはしまいましたけど、まだ20試合のうちの2試合終わっただけっていうのは、前向きに捉えていかなきゃいけないと思うので、次の試合は絶対落とさないように、またいい準備していきます。